こんにちは、ちかです。今回は、リクエストいただいてました食器と調理器具をちょっと紹介していこうかなと思います。まあほぼ全部っていう感じではあるんですけど、一部、最近は全然使ってないっていうものもあるので、よく使うもの、 Vlog の動画とかによく出てくるような食器とか調理器具を中心に紹介してみたいと思います。まずは一番使用頻度の高いこの辺の業務用食器たちを紹介していきたいと思います。こういう見た目がシンプルで、素材も割とこうしっかりしてるのでガシガシ使えるっていうところもすごく気に入っていて、一番使用頻度が高いんですけど、大きい深めのお皿はスープとかパスタとか入れるのに重宝してますね。で、あとはシンプルな丸いお皿、なんてことないお皿で、なんかちょっとおかず盛ったりとか、ギリギリワンプレートここに収めたりとかすることもできるサイズ感なので、これもかなり使ってますね。使わない日はないかもっていうぐらい毎日使ってます。で、このパスタ皿、普通の皿、丸い皿とこの辺のオーバルというか、こうちょっと横長のお皿も確か楽天の同じお店で購入したものだったと思うんですけど、大小オーバルは持っていて、なんか洋でも中華でも和でも何でも使えて、ちょっと深さがあるので、なんか汁があるものとかも入れやすくて、これもかなり使ってますね。ここで時々コメントとかでどこのですかって聞いていただいたりするんですけど、これも楽天で一緒に購入した業務皿ですね。なんか別にブランドとか特にないと思います。ちょっとこういうラインが入っててカクカクしてるので、なんかメニュー、単純なこうシンプルなメニューとかでも華やかに見せてくれるっていうお皿ですね。で、あとこのシェルのちょっとこう小さめのお皿なんですけど、これもなんか別にブランドとか多分ないと思うんですけど、なんか楽天で見つけて可愛かったので購入しました。なんかバターとかパテとか入れたりとか、もうちょっとしたものつまむ時とかに持ったりするのに使ってます。あとは足つきのグラスが好きで、これとか普通に毎日水飲んだりとかするのによく使ってますね。ちょっとこう低めの足がついてるグラス、あとはこういうヨーグルトとか、アイスクリームとか、あとはグラノーラと何でも入れられる、こう割と深さがあるこういう足つきのグラスもかなり使ってます。楽天で購入したものはそんな感じですね。続いてこの辺のちょっとこうデザインの効いたブランドのあるものたちを紹介していきます。まずはこのマーブルのお皿ですね。これはヘイで購入しました。表参道のジャイルの地下に入ってるシボネとヘイと半々になってるフロアで購入しました。このマーブルのこう色味とかがすごくこう華やかな雰囲気なので、なんかメニューがちょっとこう地味な色味だったりとか、少しこう気分上げたいなみたいな時はよくこれを使っているような気がします。で、続いてこちらのちょっとこう淡いブルーのマットなプレートは、有田焼なんですけど、これブランド名、ちょっと D
テロップで出しておきますね。本当にシンプルなプレートで、なんかワンプレートこのお皿だけで食べたいなみたいな時とかにこれを割と使ってますかね。あとはなんかこうちょっとこうモダンな雰囲気と和の雰囲気とみたいな、こう盛るものによってかなりこう印象を変えられるので、なんかまあ焼き魚とかそういう和の時も使うし、なんかサラダプレートみたいな用の時も使うしっていう感じで、割と何でも似合う優秀なお皿です。で、このクリアなプレートとこの足付きのグラス、これリトグラスですね。中目黒でポップアップをやっていた時にショップに行って購入しました。で、すごく私はガサツなので、ちょっとよく見ると若干もう傷が入ってしまっていたりするんですけど、使う分には全然問題ないので使っております。なんだろうな、これもまあ何でも合うので、普通にご飯する時もよく使ってますけど、なんかパンケーキとかパウンドケーキとかシュークリームとか、なんかそういうお菓子も似合う、ちょっとこう涼しげなところが気に入ってますね。で、やっぱり足付きのこういうグラスが好きなので、これはなんか特に用途は考えてなかったんですけど、一目惚れで購入しました。なんかお店に行ったら1個っていうのはなって思って、ちょっとこういうブラウンっぽい感じの色味のものと完全にクリアなタイプと2種購入してみました。なんかこっちの茶色は抹茶アイスとか、なんかそういうカラーがあるものを入れることが多くて、この透明のはヨーグルトとかを入れることが多いですかね。まあ、別に用途を分けてるわけではないんですけど、なんとなく食べるもの的にちょっと気分でこの使い分けているような気がします。で、このグラスはファームリビングのリップルのグラスなんですけど、これが非常に繊細なアイテムで、4個セットだったんですけど3つ割ってしまいまして、残りの1つになってしまいました。まあ、これももしアクシデントで割ってしまうようなことがあればすごく悲しいんですけど、また新たなセットを買おうかなと思っているくらい、ちょっと最近は使用頻度減ってしまったんですけど、すごく気に入ってます。なんか普通にお水を入れたりするだけでも、このリップルのこんな流れるようなラインがすごく綺麗なので、なんか気分が上がるグラスです。はい、そんな感じですね。続いてはこの辺のセカンドハンドでゲットしたものたちを中心に紹介していきます。まずこのティーカップとソーサーセット、これはカシカっていう新木場の倉庫をリノベーション改装した大正時代とか、なんかそういう昔の家具とかをリペアして使えるようにしたりしたものとか、あとはまあ作ったけど行き場がなくなってしまったデッドストックの食器とか、そういうものをこう置いてあるお店があるんですけど、そこで購入したものになります。これはだからセカンドハンドって言ったけど普通に新品なのかな、まあ、なんか詳細は不明なんですけど、なんか意外とこうありそうでないサイズ感、小さすぎず大きすぎず、コーヒーをこう一杯飲むのにちょうどいい大きさだなと思って使いやすそうだったのでこれをゲットしてみました。で、同じくこのトースターと、プレートもカシカで購入したものです。これは普通にトースターとして使ったりとか、あとはまあちょっとナッツとかなんかそういう軽いものをつまんだりする時のお皿にも使ったりしてます。で、このプレートは多分前回の Vlog でも出てきたと思うんですけど、なんかここにグラスとかカップを置いて
なんかこの辺にパン置いて、なんかサラダ持ってみたいな感じで、なんかワンプレートするのに使ったりとかもしています。で、これは、友人がやってる東京ダンスというショップで購入した、これはセカンドハンドのものですね。古いものをこう綺麗にしたりして販売してるっていう感じのショップなんですけど、なんかこうちょっとクラシカルな縁取りのあるオーバル型なので、これはまあなんかパウンドケーキとかクッキーとか焼き菓子並べたりとか、あとはまあカレーとかチキンとか、なんかちょっとそういうスパイスが効いたガツンと食べるようなお料理とかを盛ることが多い気がします。で、これは全然関係なくて、普通に IKEA で買ったやつなんですけど、なんかこの辺の並べたものともちょっと雰囲気が近いような、なんかこう懐かしいアメリカのダイナーとかにありそうな、なんかデザインのグラスですよね。アイスコーヒーとか、まあ、お水とか、夏はとにかくガブ飲みしたくなる、アイスでガブ飲みしたくなるので、ごくごく飲める大きいサイズのグラスをセットで買いました。4つセットなんですけど、まあ、主に2つ稼働してる感じで、残りの2つはカトラリーとかをここに挿して収納の中に入れてるっていう感じで使ってます。はい、食器はそんな感じですね。紹介し忘れてるものがありました。なんとなく買ったところとかで分けて紹介したんですけど、これをちょっと後から追加させてください。この丼、なんかこれ割と聞かれること多い気がするんですけど、これも楽天で買った業務皿シリーズのやつで、ちょっと小ぶりな、なんかお茶漬けとか、なんだろう、まあ、なんかちょっとしたスンドゥブとか、なんかそういう汁があるものを食べるのに使っていて、こっちはラーメンとか、なんかがっつり担々麺とか、なんかそういうがっつり一食食べるときはこっちの大きいのみたいな感じで使ってます。で、このお茶碗は、アコメヤ東京のものです。何焼きなんだろう、これ有田焼きなのかな、ちょっと忘れてしまったんですけど、なんかこの絶妙なちょっとゴールドとブラウンとブラックが混ざったようなこう色味がすごい綺麗だなと思って購入しました。で、この小皿は、塩なり、由美子いい星さんの小皿ですね。これも有田焼きかな、ちゃんと覚えてないんですけど有田焼きだった気がします。これ白いお皿なんですけど、ちょっとカメラでわかるかな、結構こう黒い何か擦れてしまった、摩擦でついたみたいな汚れがちょっと取れなくなってしまってきてはいるんですけど、なんか醤油差しでよく使っている気がします。はい、そんな感じで、調理器具に行きます。まずはこの保存容器とこの辺の調理器具ですね。この辺は、ダイソーと、ダイソーがやってるシンプルプロダクツじゃないや、スタンダードプロダクツのものですね。この保存容器はなんかこの割とこう深さがしっかりあるので、なんかレンチンして作るようなものとかだったら、ここになんかいろんな調味料を混ぜながらとか、食材も入れながらレンチンして料理しちゃってそのまま保存するみたいな感じでも使えていて、このガラスもかなりこう厚みがあるので丈夫 で、すごい使いやすくてずっと使ってますね。で、調理器具の方はトング、なんかここの溝があるので、ここまあちょっと入り込まないように使うのと、洗う時だけ若干めんどくさいような気もしますが問題なく使えています。あとは、
フライ返し、これちょっとすいません、もう変色してるの汚いかもしれないですね、すいません。フライ返しと、一応ここに足がついてて、自立してくれるタイプになってます。で、これとこれとあとかな、これもか。で、スプーンタイプですね。なんかちょっと汁があるものとか、なんか炒め物の時もなんかこっちよりもこっちのスプーンタイプの方が使いやすいので、これよく使っている気がします。ちょっともう乱暴すぎて、鍋にそのまま立てかけたりとかしてちょっと変形してますが、ダイソーで購入したものになってます。で、あとこの3つがスタンダードプロダクツなんですけど、ゴムベラ、割とこう先はそれなりにしなるんですけど、この辺とかがすごいこうハードで全然こう曲がらないので、こうなんかグッと力を入れて粘り強く混ぜなきゃいけない時とかすごい使いやすいです。でこれも足がついてるので自立してくれるっていうのは地味に便利ですね。であとはキュウリとか、まあ、大根とかそういうこう割と幅があるものを均一にスライスしたい時とかはこれを使ってますね。まあ、料理の工程であんまり皮を剥くっていうことがないので、そこまでこう皮剥きとしてはこれを使ってない気がするんですけど、そういう幅があるものにはこれをすごく適しています。あとはこの揚げ物とかするときにすごく重宝している網やみがついているトレーですね。もう簡単にこう外せて単品でも使えるので、まあ、なんか一人用とかだったら、まな板の上にこれだけ置いて、なんかケーキのこうクーラーとして使ったりとか、あとはまあ何かちょっとつけておいたりとか、炒める前に材料をセットしておきたいときに、このトレーだけ使ったりとかっていう感じで、かなりこれは重宝しています。続いて鍋とフライパンです。この小さい鍋、片手鍋とこっちのソテーパンは IKEA で購入しました。でこの小さい片手鍋は割とくっつくよっていうことを聞いていたんですけど、今のところまあ茹でるっていう作業でしか使ってないので問題なく使えています。すごい軽くて使いやすいです。ちょっとまあ洗った後すぐ拭かないんで、水の跡がブツブツ映ってたらすいません。でこっちのソテーパンはかなりしっかりこう深さがあるので、パスタとか茹でてその後炒めたりとかするのにもいいかなと思って買ってみました。ちょっと油慣らしをするのが若干面倒くさくはあるんですけど、油慣らしをすればほとんどはそんなにくっつくことなく調理できるので、なんかこのちょっとこうシャープな見た目がいいなと思って買ってみました。まあ、チャーハンとか私はこれではうまく作れないですね。毎回ちょっとこびりついてしまう感じなんですけど、なんかお肉焼いたりとか普通になんか野菜炒めたりとか、やっぱそういう時は問題なく使えています。で、このテフロン加工のフライパンは前の動画でも購入品の動画でも紹介したんですけど、キプロスターの、フライパンになってます。もうこれはテフロン加工がしてありますので、どんな料理もスルンと簡単に調理できるよということで大変重宝してます。この間紹介した時はかなりツルツルだったんですけど、もうこれ本当もう使わない日ないくらい使ってるので、若干すでにもう使用感が出てきております。これすごいお気に入りです。はい、楽天で主に購入したものと、あと一部楽天じゃないやつもあるんですけど紹介していきます。このセイロは楽天で買いました。ちょうど
一人前の蒸し物にもちょうどいいコンパクトなサイズ感のセイロです。もう野菜とかお肉とか並べてそのまま鍋の上にセットすれば簡単に一食できちゃうのですごく重宝しています。あとは、このグレーダー、これも楽天で買いました。まあ、チーズとかレモンとかニンニクとか何でもこの刃の切れ味がすごくいいのでスルスルすれます。まあ、ただ、切れ味が良すぎてあまり勢い余ってしまうと指も結構持ってかれてしまうのでそこだけちょっと気をつけてっていう感じですね。私だけかもしれないんですけどちょっとだいぶガサツが過ぎるので一回これでちょっと指をかなり深くいってしまったことがあります。で、これはマキス、名前これマキスでしたっけ、キンパ、のり巻きとか作るときにあったら便利かなと思って買ったんですけどちょっと私はあんまりうまく使いこなせなくて時々使ってます。で、このマーナのキッチンバサミは本当に切れ味が良くてすごくおすすめです。皮付きの鶏肉とかサムギョプサル、豚肉の塊ブロック肉とかも焼きながらスルスル切れる切れ味の良さなのですごく使い勝手がいいですね。あと物自体もすごい軽いので私握力が本当にないんですけどこれは本当にスルスル切れるのでかなり重宝しております。で、このガラスのボウルは、楽天で購入したんじゃないんですけど確か多分ニトリとかそういうところで買ったと思います。特に何の変哲もない耐熱のガラスボウルです。なんか Vlog とかで中身が見えるのでなんか映え的にもいいかなと思って重宝しております。まあ、いわきのなんかガラスボウルのセットとかも気になるんですけどこの家にはもう収納するスペースがないので私はこちらの一択でやらせていただいております。はい、そんな感じですね。はい、食器と調理器具、最近よく使ってるものを中心に紹介させていただきました。ちょっと紹介してなかったものとかでもしブームとかなんか過去の動画のリンクとかでも探せないものがあれば、言っていただければと思います。そんな感じで、最後までご視聴いただきありがとうございました。